宮島で売られている焼きガキ広島湾に浮かぶ多数のカキイカダコーロ以外はカキイカダが浮かぶミト湾、広島カキは広島県で生産されているカキ県シンボルの一つである広島県の魚広島県漁業共同組合連合会が管理する地域団体商標商標ではひらがなであるがイカカタカナのカキでも表記するかつて広島東京で 広島産カキを大量に鉄道輸送していた専用の鮮魚用重冷蔵コンテナ。1995年11月17日、東京にて、天文年間に養殖が始まったとされるなど、400年以上も前から養殖が始まった歴史を持ち、現在全国生産量の半数以上を占める日本最大のカキの産地。広島で養殖されているのは間書で、一般には、 殻は小さい割には身が大きく濃厚な味わいであるとしている。広島で柿養殖が盛んになった理由はいくつかある。柿は自ら泳いで餌を取るのではなく、海水を大量に吸引シエラにかかったプランクトンを食べる。養殖のやり方も直接餌を与えるのではなく、海中に漂うプランクトンを接触させる方法を取る。 そのため海域の汚染は即カキの汚染につながる。また牡蠣は内臓ごと生殖される習慣があり、加熱しすぎると硬くなって、風味を損なうため不十分な加熱殺菌のまま、食されることがある。そのため適切な衛生管理が行われていないと、食中毒のリスクが高まる。古くから流通してきた広島牡蠣にとっては1932年、初めて行政。 生産組合による安全対策が規定されており、現在でも他産地と比べてかなり厳重な対策が施されている。近年はノロウイルス風評被害対策のため、ブランド再構築に伴う品質管理工場のため様々な施策が行われている。日本における衛生対策は食品衛生法や厚生労働省による指導に基づいており、 詳細はカキカキと食中毒を参照。ここではさらに県で行われている対策を列挙する。その他各市町ごとに条例などが定められている。また発ッサップ普及推進に伴い、一定水準以上の管理を行っている、生産、流通、加工業者を、広島県食品自主衛生管理認証制度において認証している。2013年グランド再構築の際、 生食用に対応した生産から流通までの管理基準である広島柿協議会品質管理マニュアルが作られている。漁協代表者で結成された広島柿生産対策協議会の申し合わせで決められている2017年時点の各出荷時期は以下の通り。2017年現在柿は加熱用柄付きのみが、 流通しているが、2017年、県立水産海洋技術センターが、夏季に紫外線ランプを用いて殺菌する新たな浄化方法を確立し、今後夏場での生殖用柄付きの出荷を目指し、条例再整備が進められている。2015年度の海面漁業生産額で見ると、広島県の 全海面漁業、養殖業の生産額のうち、約60%が季養殖の生産額になる。以下、2014年現在での季養殖漁場を示す。広島県のほぼ西側半分、特に県西部の広島湾、秋群島、港湾、県中央部の水戸口湾、水戸湾の沿岸海域で養殖が行われている。大崎上島では、旧潮田跡で行っているところもある。 すなわち、西から自治体名を列挙すると、なお特定の場所に泊まるものもあれば移動するものもあり。例えば、夏は台風や洪水など自然災害からの一時避難場所として、江田島湾に、冬は栄養塩が豊富な場所で育成する目的で大田川、川口域に柿カダを移動する。食品衛生法に基づく生殖用柿採取会域区分と2005年検索定の 生食用柿採取条件付き指定海域、指定外海域を示す。生食用柿採取の指定外海域は、広島湾北東側になる、海田湾周辺と、県東部の松永湾周辺になる。なお、松永湾には現在柿養殖の区画漁業権はない。条件付き指定海域は、広島港区域周辺と五島と本州の間の、大野瀬とクレコ区域周辺になる。 2016年2月10日放送 NHK 試して、合点、安心、激うま、夏季完全調理術において、加熱用は沿岸部で養殖され、菌やウイルスを取り込む、可能性が高いが、餌の量が多いためぷっくりと美味しい。生殖用は、沖合部で養殖され有害なものを取り込む、可能性が低いが餌が少ないため、水っぽいと放送されたが、 つの通り生食用を採取指定海域、条件付き指定海域は沿岸部にも存在している。沖合部でも、例えば大黒上島で生産されている牡蠣には、小粒ではあるが身が締まり、甘みのある味わいであると評価されているものもあり、高級品も生産されている。広島での牡蠣養殖は、天文年間から始まったとする説が、最も古いものになる。 過去に行われていた広島カキの養殖方法は以下の通り。完成11年、日本三海名三杖広島ガキ畜養の方。北京赤月作。手前がひび立てで、カキと共に海苔養殖も行われていた。ひび立てに寄ってきた魚を取っているのもわかる。向こう側はカツバになる。昭和初期のもの。上が杭田式式水カ、下がひび立て。 上手のひび立てとやり方が異なることがわかる。東広島市三戸湾。坂町太陽。向こう側がイカダ式、手前が干潮時の抑制棚で満潮時には塩に浸かる。これら近世、近代に発達した養殖法は、その開発された地区の名で草津式、エバ式、ニホ式、カイト式などと呼ばれていたが、それらはひび立てと地巻きの方法に違いがあるものの、 ほぼ同じ養殖法である。東北地方太平洋側では、生え川式もあるが、広島では行われていない。現在主に行われている、スイカ式は近代に開発されている。スイカ法の連に用いられる貝は、ホタテ貝で、かつては、カキの殻や、瀬戸貝イタラ貝が用いられていた。現在主に行われているイカダ式スイカ法の、 工程は、1、蓮を海中に吊るして柿養成を、ホタテ貝に付着させる、細病。2、細病したムラジを沿岸の棚に置いて、潮の緩満で、一定時間空気中にさらすことで柿の成長を、抑制し環境変化に対応できる、抵抗力をつけさせる、抑制。3、バラして新たなスイカ蓮を作り柿イカダに吊るす、本水カ、4、本水カから収穫までの、育成。 5収穫の順に行う。それぞれ費やす期間の差で養殖方法の名がついている。以下は近年に行われている養殖法である。広島では柿を殻から剥いて、剥き身にする作業を柿打ちと言い,い、これに従事するものを打ち子、打ち娘と呼び、古くから女性労働力が当てられた。使う道具も柿打ちと呼び、打産地は、 ナイフタイプが主流であるが、広島では小型ビッケルのような手鍵状の道具が主流である。現在の内子は、実動8時間で平均3200個を向くと言われている。広島家生産を支える重要な仕事で、広島の風物詩とも言える。昭和30年代頃までは、結婚式年出が目的である未婚の女子が主体であったが、その激務から若年者は、 たただ現在はうち娘の高齢化などの理由による労働力不足に悩まされている。減り続ける日本人労働者に対して中国、ベトナムからの研修生、技能実習生と新日系人と呼ばれる戦後フィリピン人と日本人との間に生まれた2世がその労働力を担っている。 その傾向は2010年以降に顕著になった。現状、広島県の漁業就業者の二人に一人は、こうした外国人であり、日本経済新聞によると、その依存度は全国一位であるという。中には、生産者と実習生だけで運営しているところもあるという。これに関連して、2013年には、江田島中国人研修生八人殺傷事件も起きている。 農林水産省海面漁業生産統計調査、大会区都道府県市長別統計から月柿類より、広島柿は生産量の多さから様々な製品に対応してきた。ただ質より量というイメージが月ブランド力が低かった。2013年県及び柿に関わる業者で、広島柿協議会を発足、品質管理やブランド力強化に向けて取り組んでいる。 また生産業者が個別で出しているブランドのうち、県の定める品質管理基準をクリアしたものを広島トップ柿、その中でもさらに厳しい基準をクリアしたものを広島プレミアムトップ柿に認定し、販売促進活動を展開している。広島柿は加工品としても流通量が多い。昭和初期に缶詰、柿あられ、柿エキスが流通していた記録があり、現在では、 乾燥柿、柿エキスは海外に輸出されている。広島県観光連盟、県魚連、ザ、広島ブランド、広島市認定特産品などで紹介されている加工品は以下の通り、七三貝塚。縄文時代末期のもので、アサリやハマグリと共に柿の貝殻が発見されている。西国札南一丁目漁民会館敷地内にある秋国用、例の日。 小林五郎左衛門を称える、九毒で初代が明治31年本流で、現在のものは大正12年建て替え、正松宮秋人新王の記号。現在の広島地域において発見されている、縄文時代の七三貝塚や弥生時代の中山、貝塚などの貝塚では、柿の貝殻が出土していることから、広島湾では古来から牡蠣が生息し活食されていたと、 考えられている。現在、広島柿養殖における最古は、天文年間秋国において、養霊法を、発明せりと1924年草津、村役場発行、草津案内に記されているものになる。ただし、秋のどこか、具体的な養殖法、など全くわかっていない。水産庁は、最古の記録として、遠方年間草津村小西やコ八ハチ氷等、 古海養育場の周辺の地区市に付着した柿の生育状況の即なることを認め養殖法を公安と広島柿養殖場に関する成績書に記している。以下1977年広島柿出荷振興協議会館広島柿でまとめられている広島湾周辺地区における最古の柿養殖に関連した資料を列挙する。広島城ができる以前、 七山や二保は島であった。七山は、追記以前、二保は、法歴三年以前に、陸続きとなった。まるで、七山と中山の海図海地を示し、草津、二保地区のみ、一表記。草津沖へ流れ込む大田川放水路は、戦後に整備されたもので、近世、近代は、サズのような河川流路であった。草津の東側の観音新町は、サズの通り対象。 昭和時代に埋め立てられたもので、近世の草津沖は開かれていた。つまり、江戸初期である1600年代から行われていたのは、広島湾北東側の二歩、海田、矢野、北西側の草津、になる。広島湾北東側は、海田湾と呼ばれ瀬野川、矢野川と、大田川水系の沿江川と、府中大川など干潟を作る土砂、甘い水を作る淡水。 餌となるプランクトンを運ぶ河川が豊富で、特に沿江と、府中大川の合流地点より南に伸びる二歩の、干潟は天然のイテスして、絶好の場所であった。ただし乗苔養殖も同時に行われていた。一方、草津は他と違い、江戸初期広島藩の市藩にあたる三次藩が統治した、ところで、下記船の大阪市場への営業免許を立区に、先駆けて受けて、 株仲間を結成していた。ただし、草津沖は波浪を受けやすいところであるため、日々立て、活ば開発に限界があり、河川も少ないため、地理的に養殖地として不利な環境にあった。そのため、柿生産量が不足してくると日本、さらに宮島に養殖場を求めた。広島柿は、早くから、他地域へ移植されていた。飯尾松山藩に入法した松平定幸は、 食産工業として、漢文3年広島から柿70票を購入し、松山領内の海辺に巻いたという。上京年間には、岩木に移植して、松川霊として、名産品となった。広島柿の6次産業化、つまり生産者ウニへの柿船による産地直販も江戸期から始まっている。遠方年間ひび立て養殖法を開発した。 草津村小西や五郎八と志を同じくする草津村の五人は船で瀬戸内海沿岸の港に柿を売っていき大阪への販路を構築していた元禄元年村役人川も三重門の尽力により草津村柿養殖業者は3時半から草津沖の使用許可と大阪市場での柿船営業免許を受けた元禄二年草津の業者で株仲間を結成さらに 公営5年草津の業者は、大阪町奉行からも独占販売の特権を得ることができた。一方、日本では、昭徳年間隔期戦が出ていた記録が残り、官方3年株仲間が結成されている。草津が独占権を得ていた中で、日本が食い込めたのは、江戸初期草津は市販である三次半が支配していたのに、大使日本は本藩である広島藩が支配していたこと、そして、 草津では、カキが不足した時に、日本から買ってカキ船を運営していたため、草津側が黙認していたと考えられている。江戸期は、この草津村と、日本島村の株仲間が独占していた。草津の方が販売上の特権が多く株仲間以外の規制が厳しかったのに対し、日本は草津より販売上の権利は少なかったが、株仲間以外の参加も許していたため、 日本近辺である海ターン周辺でカキの養殖に従事するものが増えた。各地区で競って養殖技術を開発していたと推測されている。生産量が増えたことで京都へ、さらに各地へと販路を拡大する計画を立てていた。九州にもカキ船を出していたという話もある。カキ船では殻付きのまま大阪へ運び、当初は 現地で無気味にする実演販売の形で売られていた。冷蔵技術のなかった当時、殻付き柿を俵に詰めて、塩水を含ませてから柿船に積み込んで運搬しており、俵詰め輸送に耐えられる丈夫な大ぶりな柿として、二歩で三年制柿が考え出された。完成11年を大阪の塩や長米が観光した、日本三回目三杖で紹介されている。機内に食するものみな、 芸州広島の産なり、最も名品なりとす。晩州紀州泉州等に出すものは大にして自然性なり、味よならず。また、武州三州美州にも出せり。広島に畜用して大阪に売るものみな三連ものなり。ゆえに、その味か普及の論なし。日本三海名産図へ、カキの土手鍋。土手の由来は、鍋の内側に味噌を。 土手のように塗り付けた説、江戸中期に、矢野の土手長吉が柿船を始めた際に考えた説、柿船に入りきれなかった客が土手で食べた説、など様々ある。農産漁村の郷土料理百選。文化2年、大田南方の気候文、小春気候の中に、西国海道四日市塾の島家に泊まり、帰ったで採れた柿を調理したものを魚に島屋の酒を飲んだことが書かれている。 江戸後期の広島で育ち、京都を中心に活躍した受学者、雷山陽はこう賞賛した。天井天下書き独尊、雷山陽、そしてその中で様々な柿料理が考え出された。越中高岡の長江寺住職であった東林が書いた、紀行文、半島無印の中に、天保3年大阪城安京田元にあった柿船で8品食べたことが記載されている。現在、 広島市共同資料館において希望者にレシピが書かれたパンフレットを配布している。こうしたカキ販売の盛況に刺激されて、明治以降に株仲間が廃止され販売が自由化されると、他でもカキ船が出て、セット打ちで広く行われるようになり、大正時代に全盛期を迎えた。カキ船は近代以降様々な営業形態を経て、現在もわずかながら存続している。 幕末から明治にかけて大阪で活躍した海玉祭摩擦具作の根付け、造下生。外が柿柄、中が五福島神社。明治、大正までは日比立養殖がメインで、養殖場は満潮線と館潮線の間になる日型に限られていた。明治22年の宇宇名港が開港するが、その築港工事によって養殖魚場を失われた二歩、丹那周辺の柿。 のり養殖漁民は仕事を求めて国外へ移民していったという。その宇品港は明治27年日清戦争で大日本帝国陸軍の平坦拠点となり、後も明治22年大日本帝国海軍クレチンジュフの一大拠点となったことから近代の広島湾では軍事目的のため海面の使用制限がされていた。明治30年宇品付近で火器が閉止した記録が 残る。大正時代になると柿船が盛況となり、その中でより質の良い,いものを増産し出荷しようと、試みが始まった。当初は竹ひびの厚さ、大きさを変えて試みられたものの、成果に乏しかった。大正12年県水産試験場を草津市場が、竣工し、県による柿養殖の技術開発の拠点となった。そうした中で、イカし式水化法が開発された。 きっかけは、呉海軍交渉で船舶に付着する火器を防ぐ、船底塗料の研究をしていたものによる、軍艦には大きな火器がつく。停泊中より航海中の方が、そして水面すれすれのところでより大きな火器がつく。という研究発表がヒントになり、竹ひびをいかだに追加して、船で牽引したり、潮流の早いところで浮かべておいたりと試行錯誤が続いた。 現在のイカダ式水化法の形は、大正13年から14年神奈川県金沢の水産試験場で試験実施されたものを、大正15年県水産試験場が、五福島王の瀬戸で初めて試験が行われた。結果は良好であったが、当時イカダに使っていたのが杉やヒノキでハロにニー弱かったため、さらに海面使用制限のため、その時点では普及しなかった。 広島県水産試験場が同時並行で試験していたのが、クイダ式水果法であった。これも結果は良好であったため、昭和初期に急速に広まった。さらに水産試験場は、簡易水果による裁病法を開発し普及した。ひび立テジマき、イカダスイカ、簡易水果の比率は、昭和10年時点で60%、5%、35%であったものが、 昭和16年には22%、14%、64%と急速に追加式へと移行している。参考として、左に、大正6年、昭和12年のそれぞれ別の資料による県内各市群の収穫量を西側から順に示す。養殖の中心は、広島県西部の広島湾周辺であるが当時は、 県の沿岸部すべてで養殖が行われており、日々立てからスイカに移行していく中で、全体数量で倍以上拡大している。昭和初期、主かきは遠く、アメリカまで輸出されていたという。日持ちする唐津け柿が、大阪、京都、神戸など、関西方面で販売され、むきみ柿きはもっぱら、広島やくれと県内で消費されていたが、大正末期から昭和初期になって、 県外で販売され出した。かつては柿船の輸送に耐えうる殻を主眼に置かれていた養殖法が、むきみ柿が流通し出すと、殻の成長よりもみの大きさ、肥満度を主眼に置く養殖法へと変わっていった。行政及び組合の衛生対策指針の策定が、最初に行われたのが1932年で、県は県柿営業取締り規制を制定、県は水産組合は、 水産組合検査規定が作り地方長官認可を受けている。現在の広島市周辺。オイスターベッツやステークスが書かれている。中央課が宇治名号。現在の呉市構築周辺。当時は航海軍交渉の拠点。現在では沖で書き絵か養殖が行われているが、この時点では図示されていない。1945年米軍が作成した地図。 近代における広島カキの生産量ピークは昭和16年になる。戦中の生産量は減っていき、昭和20年には終戦後の経済困窮と広島を中心として西日本で起きたカキの大量兵士により生産量で最低値を記録した。この頃、和歌という一年生カキの養殖が中心となった。きっかけは、 昭和17年の台風で前年に採病した種科期の大半を失ったため試験として、その年採病したものをすぐに養成すると販売可能な科期が育ったこと、昭和20年の大量兵士において一年生科期は無事だったことが要因となり養殖が進められた。昭和25年頃はすべての科期が一年生科期で生産されていた。現在の主流であるイカダによる採病も、 元々は一年生柿用に、県水産試験場で開発された技術である。その後二年生、三年生柿の養殖が復活したことにより減っていったが、一年生柿は昭和43年頃まで行われていた。金和島周辺の柿イカダ養殖は1950年から始まった。手前は埋め立てによってできた日本木町松田本社、宇品な工場で、 埋め立て前は干潟でありかつては海苔の日々立て養殖が行われていた。終戦により海面の使用制限が解除されイカダ養殖が行われるようになったが当初は波浪の小さい沿岸部に限られていた。県水産試験場は大破対策として妄想地区に着目し1953年54年の2年間で竹製イカダ技術を構築し、 当時他県で使われていたイカダよりもより大きな規模のものを開発した。昭和29年台風第12号、昭和30年台風第22号で大破性が立証されたことにより、急速にイカダ養殖が広まった。一方で、イカダ養殖が広まったネガティブな理由として、沿岸部の埋め立てと工業化による、干潟の消滅と水域環境の悪化が挙げられる。 広島湾北側は、戦前の1940年から工業港として埋め立てが始まり、戦後しばらく続いた。例えば、広島湾北東側の海端周辺は1950年代から埋め立てが始まり、広島湾北西側の草津は1970年代に埋め立てられた。これによって、干潟が失われ、古くからの柿養殖場が大幅に失われてしまった。 なお、柿と同時に行われていた海苔養殖では水体は止まらず、県東部の福山や尾道へ、その養殖の中心が移っている。こうして、漁場が失われた沿岸部の柿養殖業者は、野見島、倉橋島など戦前は、クレチンの水域であったため養殖場としては、未開発であった、江田島やクレ周辺の島所部に次々と進出することになる。 江田島湾では1950年代後半から、現在の東端にあたる水戸湾では1960年代から、柿養殖が本格化していった。広島県における柿イカダ台数は1950年代後半から1960年代前半にかけて2倍以上に増加した。1960年頃から機械化が進み、例えば収穫時にウインチが導入された。 広島市におけるイカダ式の収穫量は1954年時点での総収穫量の60%だったものが1961年には98%に達し、逆に同期間のイカダ式以外の養殖法による収穫量は一気に減っている。左に農林省、漁業養殖漁獲統計表による無きみかきの全国と主要産地の推移を示す。 全国的に伸びているが特に広島の伸び率が顕著であることがわかる。広島ではここからさらに伸び、1968年にむきみで3万トンを超えた。それ以前、広島牡蠣は主に大阪市場を中心とした関西地方で流通し、関東東京市場は東北地方三陸ものが流通していたが、広島ものの生産量増大に伴い、東京への出荷量が急速に増え、 東京でも主役的位置にまでなった。ただ1970年代まで生産量は安定しなかった。大量兵士に耐える細病抑制、蓮の不活利や季節に合わせてイカダを移動させることなど技術改良が進んだことによって1980年代以降安定して生産できるようになる。1980年代は無きみで3万トンを維持していたが、 1990年代に入ると減少傾向に入ることになる。大田川大橋周辺。橋の向こう側に草津がある。見えている杭は柿用のもので、1960年代までこのような沿岸部が主要な採病地点であった。宮島未仙から東方向の大なさ、三島、江田島の水戸を望む。海上に浮かぶのは全て柿イカだ。 沿岸部で採病できなくなって以降、1970年代から1980年代にかけてこの海域が主要採病地点であった。1990年代国上島。1990年代以降に定着した採病地点であり、生殖用下期採取指定海域の中でも屈指の海水透明度を誇る。1990年あたた島。 広島県で唯一浜地養殖が行われているところで、島側が浜地養を池す、沖側が柿一家だ。2006年、大崎上島。島の北西側に3カ所見える池が潮だ後で柿の陸上養殖が行われている。高度経済成長期に全国的な規模で公害が問題となった1950年代以降、広島の柿もその影響を受けている。 沿岸部から沖合に、細病地点を移し、イカダ細病が普通になった1970年代から80年代に、かけて赤潮や貧酸素水害の発生、紫以外富士壺類、カ寒差し五貝類、ホヤ類などの付着生物が顕著となったため、1990年代には、さらに沖の島しょ部へと移っていった。1990年代以降現在まで、広島では、 夏季の生産量減少傾向が続いている。その理由については、諸説ある。これに加えて台風による被害もある。近年では2004年台風15、16号、18号、21号、23号により、総額約74億円もの被害を出した。2006年のローウイルスが大流行した際夏季が、その感染源であるとして名指しされたことにより、 過剰に柿が敬遠されるという風評被害の状態になった。また、環境問題としては、柿イカだから出る漂流ゴミや加工後の貝殻と、ゴミ問題が叫ばれている。生産業者としては、燃料の高騰などコストの問題もあり、経営を圧迫している。世界遺産、五福島神社がある五福島の鹿と昭垣の上り、そうした中で消費者の柿離れが進んでいる。 そこへ2000年からのオイスターバーブームによって国内で生殖用柄付き柿の需要が高まっていた。また、広島県が積極的に行ってきた外国人観光客誘致の中で生鮮物のニーズが高まっていた。ただ広島柿はその生産量から生鮮から加工品まで幅広く対応してきたものの特徴づけるブランドイメージがなかったことから市場では いつしか質より量というイメージがついてしまった。むきみや冷凍加工用のシェアが大きいため、市場では加熱用、加工用の牡蠣というイメージもついていた。また、古くから盛んであったことから生産業者においては、古い機械、加工施設が多いため、ハサップなどの現代的な衛生品質管理を、 満足することができないため、生鮮物は多産地に遅れを取り海外への輸出戦略構築もままならなかった。こうしたことから、オイスターバーでは国内多産地や海外物が好まれ、広島産の需要は低く買った。そこで市場へより安全で高品質なものを供給するため、下記消費拡大のため、さらにブランドイメージ再構築のため、様々な取り組みが始まった。 その代表例が、生殖用柄付き柿の増産であった。三倍体柿、柿小町は、県水産海洋技術センターが1985年から、研究をはじめ国内で初めて三倍体養成の大量生産化に成功、生産体制を確立したことを機に、県漁業共同組合連合会が公募で名前を決定し1998年商標登録した。 広島県のみでしか生産できないオリジナルブランドである。それに加えて、それぞれの生産業者によって、個性的な新しいブランドカキが生まれていった。高付加価値化を狙い型の良い殻が作れるシングルシード方式での養殖技術開発も進んだ。広島ではもともとイカダ式が主力であるが綺麗な形、大きさのカキを揃えて育てるのには不向きであり。 市場には、むきミとして多く流通していることからむきミを育てることに長けた生産業者は多くいたが殻付きキを育てる生産業者は少なかった。2001年20日市主王の漁協は、研究を始め、5年かけて生産業者としては、国内初となるシングルシード方式での養殖に成功した。県水産海洋技術センターは2005年から、 本格的に一粒柿養殖技術の開発を進めた。そして三倍体柿をシングルシード方式で育てる方法も確立した。2013年生産、流通、加工の各業者で広島柿協議会を発足、一貫した品質管理強化に取り組みブランド力強化のために具体的な施策が取られていった。また、県の定める 品質管理基準をクリアしたブランドを広島トップ下記、さらに上の基準をクリアしたものを広島プレミアムトップ下記と名付け、市場での販売促進活動を展開した。2017年、県による広島観光立県推進基本計画に基づき、乾杯。広島県がキングダムプロモーションを開始している。オイスターロード店舗1。 県の瀬戸内海の道構想の一環として、広島オイスターロードが策定され、気軽に食べられる柿小屋を公表している。それとは別に生産業者が独自で営業している柿小屋もある。古くからある柿船で現在営業しているものは、県内では広島市の金輪、徳礼市の柿船のみ。観光地いつ島では穴ご飯と共に名物として年中売られている。 毎年柿のシーズンには各産地で柿祭りが行われている。各産地の特色を生かし柿以外の産物も振る舞われている。以下、広島県が公開する広島柿祭りカレンダーより主な柿祭りを列挙する。柿祭り会場1。広島湾周辺で1月から3月にかけて行われる。柿祭りの他に各自治体や観光協会、 関連団体は柿養殖作業や柿打ちの体験事業を展開している。これらとは別に各生産業者が独自で行っているものもある。広島市郷土資料館では柿養殖の歴史、文化など常設展示している。資料によっては、エモンとあるが西区草津の西落寺に現存する墓では、左エモンの AB3 次藩は寛永9年立藩。 共宝五年廃藩つまり草津が三時半の飛び地であったのは江戸前期までで、以降は広島半領。二歩で下記船が出出だした時期、草津は三時半領であった。四日市塾は現在の東広島市最上中心部。西国街道において四日市塾の次が海田市宿になる。再起軍であった草津、秋軍であった二歩が昭和4年に、 広島市へ編入、呉市は、明治35年福山市は、対象5年施政施行、など、市町村合併などで数字が変わっていることにも注意。対象バブル期。カドミウムが原因である遺体遺体病が、公害認定されたのが1968年。1973年時点でのカドミウム、排出基準は 0.1ppm。 ただ植林場所の選定などの問題により2011年しかき、養殖連絡協議会は休止しているなお食害のため2009年から黒大放流事業は止めている。ありがとうございます。